皆さんこんにちは、梶由紀子です。今日は想像グライダー聞いてください。どこまでも行けそうな青上昇気流に乗って、こんな感情一生想像できなかった。出会うまでは思い出したくないことは心の中にしまった。過ぎた愛情雪上名著忘れさせて、少しずつ大人になるほど息苦しくなった。世界から救い出してくれたのは不器用で優しいぬくもり。想像か想像グライダーお届けいたしました。改めましてこんにちは、梶由紀子です。いかがお過ごしですか。今週の土曜日と日曜日はですね、大阪は、不要不急の外出自粛要請ということでね、私実は昨日大学の時の友達と、みんなで集まる予定やったんですけれども、その予定も急遽キャンセルをしてですね、機材の勉強をしておりました。こちらにあのミキサーがあるんですけれども、ちょっとね一からこの配信に向けてこう音量であったりとか、どういうのがいいのかなっていうのをずっと調整してたんですけれども、その回もあって今日はね、私のこのお部屋からミキサーを通じて iPhone で録音できたものを皆さんに初めてお届けをしております。こういうリバーブとかもほらリバーブとかもね使えるようになったので、よりこう音楽をバッチリと皆さんにお届けできる環境が仕上がってきているんじゃないかななんて思います。でこの後、照明がね、照明兼スマホスタンドみたいなやつが届くんですよ。今ね、スマホスタンドでそういうやつがないので、ギターをねこう置くギタースタンドにちょっとここにクリップみたいに挟むカポってやつがあるんですけど、それで無理やりこう携帯をスマホリングをこうねサンドしてあれよ、洗濯バサミみたいな感じで使ってですね携帯を固定して今録画していますが、徐々にね機材も揃ってくるとまたバージョンアップしていくと思いますので、ぜひ見ていただければ、引き続き楽しんでいただければなと思います。で今やっぱりこう土日もね外出制限ということで、お家にいられる方も多いかと思うんですけれども、YouTube で毎週水曜日に最近は新しいライブの映像をアップしております。一番新しいやつはですね、モーメンツという私の最近一番ライブで、皆さんにお届けしていた曲を、江坂ミューズというね会場で去年ワンマンライブをやったライブ映像を配信しております。こちらはフルで見ていただけますので、ぜひこの機会に見ていただけると嬉しいなと思います。チャンネル登録もねぜひしてみてください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ、梶由紀子でした。